ホーム駅前船長駅は、熊本県八代市船長町吉尾丸にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。開業時の地名が由来。船長村は、八代郡小賀出村、新無田村、吉尾丸村、大無田村の4、村が合併してできた村だが、この4村の面積の合計が船長部に近かったために、船長と命名されたという。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは古戦橋で連絡している。無人駅であるが、近距離切符の自動券売機が設置されている。また、朝と昼の時間帯は、駅員が臨時に配置されることがある。1日平均乗車人員及び乗降人員の推移は下記の通り。西側は田畑と住宅が混在しているが、 東側の駅裏には、イグサ畑が広がっている。また、東駅南側約1キロメートルほどの地点に、九州新幹線へのアプローチ線が存在する。ABCDEFGHIJ、週刊 JR 全駅、全車両基地33号熊本駅、カレー川駅、大畑駅ほか、朝日新聞出版、週刊朝日百貨、2013年3月31日。 24ページ、交通新聞 P1 ありがとうございます。